こんばんは。今回は新規転生したコリンを使っていこうかなと思います。ということでどうぞ。お、あ、今取れてたかな。ガルガアイリスコリンっていう編成でした。ガルガ対面なぁ、ちょっと気になるんだけど、まあ、初手はコリンでしょうね。はい。で、どうすんの？あ、コリン。ほい。ジャスト。はい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 。めっちゃジャスト。めっちゃ出るやん。はいはいはい。出てきてくんないかな。でも蓄積いいっすね。これ初手で使う分にはなかなか良さそう。でもなぁ、スペシャルだからなぁ。あれっすよね。ちょっと待って、SS 来る？来ないよね。はい。よし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 、SS 水ね。黒子とかがちょっと怖いなぁ。まだ当たってないんだけど。黒子対面どうなるか。で、ガルガね。はいはい、SS が飛んでくる。ほい！あーやった。よし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 。ガルガってでも空中無効だから、さすがにきつい。はい。まあ、飛燕起動で頑張ればかな。まあ、うまい、全部取ってくるような、すごい人当てるとちょっときついかもしんないけど、まあ、一定だったらまだご利用せんのかな。はい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 。はい、オッケー。まあ、どうなんだろうな。なかなか難しいところ。お、これ絶対黒子使ってくれるじゃん。黒子来い。黒子来い。スペシャルキャラだよ、こっち。黒子来い。来い。ナイス。どうすかね。ノクバギミックが邪魔で嫌かな。はい、飛んでくる、取る。いや、きつい。エリアはそんな広くないからな。はい。これで、じゃあ、前の方で撃とうか。取れなかった。まあ、ノクバ食らう。まあ、それで封印、SS 封印して、倒すって感じ。いや、きつい。いや、きつくない？このタイミングはさすがに無理な気がするけど。行ってみる？はい、これで、打って、いや、きついちょっと待って。めちゃくちゃボコボコなんですが。封印したところでな、まあ、一回飛ばせれば、もう一発は食らってくれるんで、もうこう封印されてるもんね。これはいけるってことだよね。一回使わせて、あ、そうだね。一回使わせて、封印状態ならもう二発目は来れないから、無理でした。なかなかきつそうだね。うわ、来たー。でもなんか変なの持ってんだけど。ラムラケ持ってんだけど。マジ？ラムラケね。ああ、でもミラーしてくれると。それはありがたい。はい。ジャスト系が結構出やすくなったもんね。はい。ジャストがめちゃくちゃ打てる。はい、これで、最大や、打ち方ミスった。あれ、なんか空中向こう持ってんだけど。え、何？なんかリーダースキル。いや、自分もリーダーだよな。あれ？なんだろうそれ。あれかな？試合開始からのやつかな？ちょ、待って。いやー、それ追いつけなかった。どうしようかな？黒子来てくんないかな？どんな感じか見てみたいわ。あ、来ないのか。じゃあ、いや、撃っちゃえ。オッケー。あー、ミラーで普通に食らうのか。ギミックは。じゃあ、普通に気をつけなきゃだな。はい。消えん。あー、でもアポロン持たせて、サテライトと卓にさせるってのも手なのか。なるほどね。あー、燃焼も結構きついっすね。まあでも、一応スタミナケアは大丈夫か。まあ枯れやすいけど、まあドリンクアイテムとかでなんとかっていう感じですかね。あ、ヒエン。はい。ほい。アイテムマスターってことを活かしたいんですが、なんか不要無効持ってる。ちょっと待って。見てないところで変な性能がある。不要無効とか持ってるんだ。ちょっとスタミナないなぁ。ちょっと一旦パルメ行ってみますね。はい。いやぁ、オッケー。まあ、空中無効もあるし、行け！待った、危ない。はいはい。じゃ、まだ撃てたのかよ。スペシャルと、ああ、違うか。違うのか。で、何が何だか分かんなくなってきますね、この人。結構、飛燕いっぱい撃てるキャラ。はい。それ、飛燕スマッシュってやつでしょ？オッケーオッケー。まあ、パルメでいけるかなぁ、この子は。はい。飛燕を、ま、常に警戒しときゃいいし。はい、スマッシュ。はい、SS。オッケー。まあ、パルメが対策かな。まあ、パルメ。コリンの対策にパルメっていいですね、なんか。昔のパルコリを思い出しますわ。まあ、エルガルガとかで使う人もパルメはいるだろうし。
いいっすね、環境適性がどんどん上がっている感じ。ほい、飛炎スマッシュ、飛炎いけそうだね、パルメでいけそうだな。お、 M 後継者っすね。てかめちゃくちゃコリン対策されてる、全部きついんだけどやばいでしょ。あ、てかさ、あのアイテムマスターだと思ってたんですけど、アイテムマスターじゃなかったので変えてきました。なのであのジャストで不要無効ってやつが発動してなかったんですね。はい、なので今度はちゃんと発動してるようにやってきました。だから高い玉スマッシュとかもできるらしいですね。これもできるところもね、いいね、いいね。はいはいはい、ほい、お、空中無効持ってる、いいっすね。はい、これも取って、あ、で、それはきつい。これカウンターされちゃうもんね。まあ、空中無効があろうが、アイテムマスターは活かせないな。君は活かせないな。ほい、ヒン決めるぜ。ちょっと待って。きつい。きつい。君は無理じゃない？さすがに。さすがによ。限度ってものがある。さすがに。もう完全にきついな、お前は。はい、アウト。はい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 。まあバースト使われなければ飛炎で抜けるのかもしれないかもしれない運転。はい、オッケー。飛炎は結構バコバコ打てるから、まあ、それで頑張ろうねっていう感じですかね。あのバースト使われちゃ面倒だから早めに打っときましょう。はい、どうしよっかな、あれは取んなくていいや。ほい、バースト使ってくるかな。ほい、いやきついさすがにきつい。まあ、あれはでも消費させた後に、飛炎で抜けばワンチャンかな。ほい。ここで終わるよね。はい。ほい。あー、やばい。使われるわ。待って、きつい。助けて。助けて。助けて。いやくそ。遅くする効果無効。抜けた。ほい。決めるぜ。決めるぜ。決めるぜゴリ押しもゴリ押しまあギミック効かなくても一応ゴリ押し効くっちゃ効くけど、ちょっとギア書が腐っちゃってるね。ほいほいほい、決めるぜ。よし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 、バースト使わないのがマジでありがてえ使われたら普通にきついからな。てか飛炎とかってあれ使ったっけ、アサララケ、ちょっと覚えてないんですが。いやー怖い。いや、使ってなかった。今来た。はい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 。アイテムマスターが生きてないなぁ。勇みだけが今、効かない。ああ、でかい。それでかすぎる。え、これいけるんじゃない、これもう。ハルキとか来ても勇みだけからの金で決めちゃうよ。オッケー。ただ、遅くする効果がまだ残ってる。ああ、使われちゃったー。くっそー。まあ、M 後継者でいい勝負できてんのかな。いや、もっとガンガン出てこられたらもうきついけどね。はい。ほい。ほい。いやー、きつい。ボレー勝負で負けた。いや、でも、飛炎がもう打てるんで、これで、ちょっと待って、スライスで、ちょっと前出て、はい。ほい。決めるぜ、オッケー。ギミック無効あっても、まあ、ゴリ押しが効く相手はいる。はい。ほい。ほい。怖い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 。あ、怖い怖い怖い。怖い。あ、怖い怖い怖い。ほい。ダメか。決めるぜ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 。よし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 。いいぞいいぞいいぞ。いけるかもしれない。いけるかもしれない運転。ほい。あ、ダメだ。これ遅くされて。怖い怖い怖い。え、なになになに。よし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 。で、ちょっと待って。かもしれない運転で、SS 怖い。SS 怖い。待って。あー、待って、打ち方変。いや、でもいける。よーし勝てた。向こうがあっても一応勝てなくはないね。はい、使ってったんですけど、まあ、初手性能はかなり高いとは思うんですけども、ただでも結構空中無効って多いじゃないですか。まあ、例えばもうこの降臨闇とかもそうだし、まあ、直近のガルガとかもそうだし、まあ、マナとかもそうかな。まあ、ルチアとか、まあ、パルメとか、まあ、M 後継者とか、まあ、結構ね、いろんなキャラが空中無効持ってるんで、まあ、そんなにっていう感じではあるんだけど、まあ、でもスペシャル結構ガンガン打つことができるんで、まあ、ギミック効かないとしても結構ゴリ押しが効く場合もあったりしますね。
ただ、まあ、スペシャルを打つっていう関係上、クロコとかに注意する必要があるのは、まあ、ちょっときついとこではあるんですけども、まあ、初手キャラが全然いないよって人にとっては、全然いいキャラなんかなと思います。まあ、たまんのが早いんで、まあ、初手とかつなぎとか、まあ、そういうところで使えていいかなと思います。で、まあ、ちょっと今回ね、改正があるのにアポロンを使わなかったんですけど、まあ、その理由はね、その、色メロで使っちゃったから、ちょっと被っちゃうかなと思って使わなかったんですけど、まあ、別にアポロンじゃなくても、普通にイサミだけでね、使ってもいいと思います。昔のリリカみたいな感じかな。あんな感じで使っても全然いいかなと思いました。はい。ということでね、このコリンについての感想とかがあればコメント欄にどうぞ。ということで、ここまで、ありがとうございました。お疲れ様です。